ながら負け。2点リードの9回、団長のバルドナード、連続四球で満塁。もうめちゃくちゃじゃん。もう投手変えてくれ。無理や、ストライク入らないから負けや。なんで阿部は動かんの。変えてやれよ。これもうダメでしょ。多分押し出すわ。ストレートの四球で押し出し1点差。即答。いや交代しろや。なんで変えないの。もうこのままやろ。変えるの無駄や。同点までは変えないよ。阿部意地になってるやん。逆球を振ってもらって2アウト。あと1人。あと1球。さよなら。アホか。なぜ変えないのか理解でき。変えない監督のせいだよね。ストライクが入らないバルちゃんはお話にならないとして。なんでバルちゃんの時だけ地蔵になるんや。どう見ても様子おかしいやんけ。阿部はバルドナードを信頼しただけやから。